皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルです。今回は CES2021 の情報を VR と AR のみに特化して紹介していきたいと思います。 CES とは毎年1月にラスベガスで開催される世界最大の家電見本市のことで、世界中の IT 企業が集結して新製品や新技術を紹介する場となっています。世界最先端の情報となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。まず紹介したいのがこちら、フランスのポーレンロボティクス社のリーチーというロボットです。リーチーは昨年の CES で発表されましたが、今回は遠隔操作機能の追加が発表されました。コントローラーでロボットの腕を操作して、つまんだり移動させたりする動作を遠隔で行うことができます。さらにヘッドセットにはロボットの目に内蔵されているカメラの映像を表示させることができるので、その場にいる感覚で操作が可能なようです。価格は約180万円となっています。続いてセンスグローブの VR 向け触覚グローブです。触覚フィードバックによって VR 内で物体に触れた時の感触や形状を感じることができる製品となっています。夢が膨らみますね。こちらはノロ VR の新しい VR ヘッドセットです。スタンドアローンで6ドルなんですが、200ドル未満と安価です。こちらはパナソニックのメガネ型 VR グラスです。 CES2020 で発表されて話題になりましたが、今回は主に4つの点がアップデートされています。1つ目はデザインで、テンプルの部分が丸みを帯びた形になりました。前回のデザインでは見るからに頭からずり落ちそうな形状でしたが、先端が広がって頭を包み込む形になったので安心して装着できそうな感じがします。2つ目は解像度が 4K から 5K に進化しています。マイクロ有機 EL ディスプレイが搭載されているため、かなり綺麗な画質が期待できそうです。3つ目はトラッキングが3ドフから6ドフになっています。グラスの前面両側に搭載されているカメラによってインサイドアウト形式でトラッキングを行うようです。2機のカメラだけでトラッキングできるのか少々疑問ですが、期待したいところです。4つ目はスマホと PC の両方に接続ができるようになっています。前回では利用方法が明確になっていませんでしたが、今回実用的になったなと思います。かなり注目したいデバイスなんですが、実用化はまだまだ先な雰囲気なので気長に待ちたいと思います。こちらはビュージックスの AR 対応次世代スマートグラスです。かなりスタイリッシュで、普段でも常に使えるぐらいメガネに近い形をしています。 Wi-Fi 接続や LTE モデルなどの複数モデルがあるようです。一番注目したい点はマイクロ LED テクノロジーが搭載されていることです。メガネフレームの角に収まるぐらいの小型のマイクロ LED プロジェクターによって鮮明な映像を映し出すことができます。またステレオスピーカーとノイズキャンセリングマイクも内蔵されています。価格は発表されていませんが、今年の夏に発売予定となっています。こちらはレノボの法人向けのスマートグラス、 Think Reality A3 です。2種類のモデルが発売される予定で、1つがパソコンと接続してバーチャルモニターとして利用できる PC エディションです。5つのバーチャルディスプレイを表示できるので、場所を問わず複数のディスプレイを使った作業が可能になります。もう一つがスマホと接続して AR 機能が使用できるインダストリアルエディションです。こちらは現場仕事など移動を伴う場面での使用に適しています。レンズの左右にカメラがついていて、自己位置推定を行うので6ドフだと思われます。価格は未定ですが、2021年中頃発売予定です。以上6つの情報だったんですけど、個人的に一番気になったのはリーチーですね。もしリーチーに足がついて動き回れるようになれれば、自分は家でくつろいだまま物事を完結できるという未来が想像できました。どのリーチーでも自由に遠隔操作できるとなれば、瞬間移動しているのとほぼ同じことが実現できそうです。今後も VR を中心に面白そうな情報があったら紹介していきますんで、チャンネル登録をぜひお願いします。 Twitter でも最新情報をつぶやいていたりするんで、ぜひフォローの方お願いします。それではまた次回の動画で。